こんにちは。はい。いきなり大好きです。ありがとうございます。ヒゲ昨日と今日でやっぱ生えるのよ。すぐ生えるのよ。そうね。昨日剃ってないだけ。皆さんこんにちは。昨日面白かったっすね。いや本当に大変な、なんだろう、ちょっとドッキリさせるようなことをしてすみませんでした。今日うちから放送してるんですけど、なんて説明しよう。髪色の話なんですけど、昨日インスタの投稿の方に髪染めました。I got my hair dyed って書いたんですけど、まあ、分かってると思いました。もう半分くらいは結構コメントでもエイプリルフールですよねっていう風に、まあ気づかれた方もいたんですけど、半分くらいは結構本当ですかみたいな、びっくりですみたいな、まあ、中には似合ってます、中には髪の毛大丈夫ですかみたいな、そんな染めてみたいなとか、いろんなメッセージをいただきました。ありがとうございます。そう、分かってる人は分かってたし、でも気づかれてない方は本当に見事にだったので、ちょっとどっかでこのネタバラシじゃないけどしないとと思って、もうすぐ気づかれると思ったんですけど、意外と気づかれなかったので、なんかちょっとこれ改めてちゃんと動画言葉で説明しないとと思って、すいません。全然髪紫じゃないです。紫だったよね、この間昨日のやつ。そう、あれね、多分普通にインスタのアプリとかだと思うんですよ。そうで、なんかパッパッパって遊んでる時に、なんかこんな自然になるんだと思ってやりました。そう、ニュースにもなったので、ちょっとこれはもうヤフーニュースとかなってましたよね。そうなので、ちょっとちゃんと弁明しないとと思いまして、今ちょっと家出るまでの間少しやろうかなと思っていましたので、今放送しています。そう、それでね、なんでさらにもう弁明しなきゃなって思ったもう一つのきっかけは、大島優子さんがコメントで髪染めたのみたいな、栗原先生とは大違いだって言ってくださってて、コメント書いてくださってて、やべえと思ってちゃんと芸能人騙しちゃったと思ってちょっとこれは弁明しないといけないなと思ったんだけど、同時にあ、ちょっとおもろ、ちょっともうちょっとだけ勘違いさせておこうかなと思ってでもこの後ちょっとコメントで大島さんにもエイプリルフールでしたってすいませんって書こうかなって思うんですけどそう、いや本当そうですよね。なんなに騙されると思わなくて、結構これ実の話言うと、僕のマネージャーさん陣もえっとか言って、頭が吹っ飛ぶかと思いましたっていうメッセージが来ていやそうだよ、突然あんな結構しかも自然でしたよね。ね、だから何人かから普通に LINE も来たりとかしてそうそうそうっていうのがありました。
あ、そう、それでね、正しいことを言うとエイプリルフール4月1日嘘ついているのは午前中ですみたいなことがあるらしいんですよ。で、全くそれは僕知らなかったんですけど、まあ、コメントとか見て、あ、そうなんだみたいな、4月中に僕は言ってて、今まで過去の僕は4月1日の中に言って、まあネタバラシなしみたいな時もありましたし、学生時代とかね。でもなんかそれを知って、あ、なんかそういうちゃんとしたルールが一応あって、4月1日の半分だけ嘘ついて、じゃ半分バラしてわはって僕は笑おうよみたいなことなのかなみたいな認識に今回改めてなったんですけど、一応それね、エイプリルフールってどこ発祥とか詳しいこと知らないんですけど、でもなんか面白いですよね、こういうね、ちょっとこう楽しい、クスッと笑えるような嘘だったらいいなって思うし、なんかよく世界のね、面白いニュース番組とかでもありますよね、ペンギンが空飛んだみたいなやつとかそう、あれ結構リアルにクオリティ高く見せることによって本当に信じちゃうようなね、ことあるから、面白いけど嘘を言っていいと決める日っていうのを決めた人すごいですよね。しかもこんだけ定着させて、ねえ、ネタバラシなしとかもありました僕で、ね、よくねこういたずらは好きだったので今でも好きですけど、いやもう今何色したいかな、俺何でもしたいな、髪結構染めたい願望あって、今まで人生、あの人生というか役者人生10年あったら2回しかなくて、その今日会社休みます田之倉くんでちょっと茶髪にしたのかな、その時とブリーチやった時にその黒崎一護がオレンジ髪だったので金とオレンジ混ぜたような髪で髪色にしたりとかして、そう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 、荒木さんからも LINE 来ましたよ、カメラマン荒木さんからも、あれ本当みたいな、昨日のインスタライブはすごいかっこよかったんだけど、その後の投稿のあの髪色マジみたいな感じで来てすいませんっつって、ピンク、そうそう、で、ね、昨日の嘘の流れがすごく良くてすごく良くてというか、インスタライブを昨日やった後にこれからちょっと用事があるんで用事までの5分間っていう風にやって、まあ10分ぐらいやったんですけど始めたんですよね。でその後の夜にあの紫色の投稿だったんで、あ、病院行ったんだみたいな、病院行く前のちょっとの時間だったんだなみたいな風に思った方もすごく多くて、すごくもう流れが完璧で、なのでね、すごくきっちり騙せちゃったかなっていう本当すいませんね、信じた方も多かったので本当に申し訳ないです。なのでちょっと今日はちょっと動画インスタライブしなきゃなと思いましてっていう感じです。まあちょっと今日はこんな感じなんですけど、金髪とかもいいですね、いろんな色の髪の毛だったりとか、いろんな役やりたいですねこれから。はい、ということで本当は髪染めていませんでした皆さん、そして大島優子さんすいませんでした